トラソは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデオルデスに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は3496人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.18%。トラソは、アコルーニャ県の中部に位置し、コマルカデオルデスに属している。北は、トルドイアと南は、 サンティアゴでコンポステーラと東はオローソと西はバルド・ドゥブラの各自治体と隣接している。地形は波打つ大地上でタンブレ川が流れている南方に向けて緩やかに傾斜している。自治体内の最高地点は北部のペドラス・ネグラスさんとベルディエーラスさん。自治体内には多くの小川が流れ、それらが谷を形作っており。 その景観がトラソの地形の特徴となっている。トラソはオルレス司法管轄区に属す現在の自治体トラソの領域はモンタオス裁判管轄区域に属していた。この裁判管轄区域は少なくとも12世紀以降存在していたことがアフォンソ7世によるサンティアゴデコンポステーラ。 ヒロツカサ教区への寄進の日付が1124年5月31日と記録されていることから確認されている。それによると、ポンテシグエーロからシャーロサンまでを境に、つまりすべてのトラソの教区が含まれている。自治体主張はガリシア国民党のホセダ・ホンテ・バレーラで、自治体表議員はガリシア国民党8、ガリシア社会党3となっている。 トラソは十一の教区に分けられている。ありがとうございます。